できました。味だわ。これを1日置いたら美味しいんじゃないかな。あれ、蓋これかな。あれし、これじゃないか。タッパってどれがどれだかわからんくなる。これじゃない。蓋なくしちゃうんだよね。なんか蓋がない。もういいか、このままで。これ明日のあの ラーメン用で。チャーシューできたよ。チャーシューできました。なんか柔らかい。あ、柔らかい。で、裏返しにして。いや、これさ、もう出して、これ水分を煮詰めて、とる、なんつうの、タレにした方がいいかな。焦げさせて。美味しそう。フライパンに蒸発させる。よいしょ。めちゃくちゃいい匂いだ。煮詰めます。これ熱々。50歳で親から仕送り。わがままだよね、忍法さんってね。煮詰めます、まいちゃん、ブルタックポーク麺食べたことあるよ。まあ1回でいいかなって感じ、1回で。煮詰めます。サイコパス、甘やかされて育ったんだなと思って。
まあ親の責任じゃね。ブラックボクは辛いけど、そうそうそう、ちょっと甘い。一回食べて十分って感じ。まあ美味しかった。蒸発してくれ、蒸発してくれ、蒸発。チャーシュー丼もいいね。余んないんじゃない？ラーメンで。赤ちゃんみたいな時ある？前もあるよ、赤ちゃんモードの時。あの一人で叫んでる。え、前もね、一人で叫んでるよ、配信外で。ニーポさんの気持ちわかる、うん、毎日泣きげ。なんか心配してバカみたい。全部嘘泣きなんだよ、全部嘘泣きなんだよ、うん、全くなんかとろみで出てこないけど、なんで？全然なんかお水っぽいんだけど、なんでだろう。今日も泣いてた。涙出てないんじゃない、うん、涙出てないんじゃない、うん、待って、舐めてみる。あ、めちゃくちゃ甘い、めちゃくちゃ砂糖、うん、もうちょっと、もうちょっと、そういえばツナちゃんも消えたね。ツナちゃん何してんだろうね。ツナちゃんの家ってリスナーさん家じゃん。リスナーさん大丈夫なんかね。いや、なんかやっぱあんまり下手に優しくしても良くないよ。最後まで面倒見れないと。ああいうのってさ、逆恨みしてくるもんね。親族のやり方わからないよ、誰からもいつでも助けてくれないよって、うん、いや、あのね、あ、オルフェ君ありがとう。オルフェ君おやすみ、ありがとう。おやすみなさい。で、なんかリスナーさんって入れ替わるから、多分一生一生いける、うん、3ヶ月で入れ替わるっていうの。あ、なんか蒸発してきた、蒸発。蒸発してきた。炊き込めないじゅ。そういえばなんか最近太郎くん配信してなくない？太郎くん。なんか今病んでる人多くない？コヨくんもそうだけど。
この間その貸してるリスナーが言ったとしたらブチギレしてた。やばー、もう警察案件じゃん、つなちゃんね。それ警察だね。じゃあで忍法さんはなんかこうで44歳でさ彼女歴がないってすごい理想高いんじゃない？理想が高すぎるんだよ。で小谷君はまあでも生きてるらしい。あ、どうぞ、とろみ出てきたよ。うまそう。そうそう、生きてるって。汁もうちょっと飛ばす？これ汁もうちょっと飛ばせるかな？静香ちゃんとコラボしてた、チャーシュー作ってる、あのラーメンを食べてもらうために、男が好きそうな匂いする、肉肉みたいな。うまそう。これまだ熱いよね、きっと。忍法さんちキッチンないらしいよ。そうだよ、なんか これ一回チョキチョキしてから見せるか。いい感じだよね。明日の下準備。なんかそう言ってた。熱っ。だから料理する場所がないって言ってたよ。なんか待機してる人がいるんですけど。
や、さすがにこれはちょっと無理だよ。F さん、これはちょっと待機してるけど、これはちょっと無理だよ。なんかいい子に待機してるけど、これどうやって取るの？どうやって取んだこれ。熱いし、こうやって取ったらいいんだ。横に取ったらいいんだ。うん、炊飯器でやったから絶対火は通ってる。やべ、取れが。じゃあちょっとカットしてみようかな。なんか火通ってるかな。いや、あなたのじゃないよ。めちゃくちゃいい匂いする。ちょっと待って、硬っ。ちょっと待って、携帯が硬いな。ちょっと待ってね。じゃあオープン。あ、柔らか。柔らかい。肉汁が出てる。うまそう。肉汁出てる。肉汁わかる？これってさ、あのこのまま冷蔵して食べるたびにカットした方がいいよね。ねえ、じゃあちょっといただきます。味見ね。いただきます。うん、あっか、うん、完璧。あ、完璧。めちゃくちゃ美味しいです。完成だ。これ完成。簡単にできたね。簡単に。え、柔らかい。柔らかい。うん、炊飯器でやるとくさくなんなんか知らなかった。味しみしみ。
じゃあこれ冷蔵庫入れとこ。これ冷蔵庫。ちょうどいいな。